人はいねえが化け物はいるみたいだな。そんなところばっかりだな。急がなきゃ。ちょっと懐かしいね、これ。もらっちまったな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。
現象が。歓迎されてんだぞお前。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。こんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。何かに使えるのか。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて発掘する。
んだよこれ。うろたえるな。冷静に。動きがいいぞ。分かってる。踊らせやがって。まさか。なんだ、どうした。あいつどこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。俺の体を操り人形にしてやがった。何？ゲーゲー、倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの。逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違う、
戻ったのか。剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。あれでだとしたら、消えてる。全部力も経験もどうすればいい。マリをどう探せば。あそこなら力がないから正面突破は難しいな。
と、外か。あのマンションは北か。